タバコ屋さんや。タバコ屋さん珍しいね、こんな感じのね。お。28日なのに半袖、暑いです、うん、やっぱ高知やな、やっぱな、暑いわ。よいしょ、今はどこだこれ、大手前高校の北側かな、英国議長、じゃあ違うかな、ちょっと詳しい地名は分かりませんけども、はい、大手前高校の北川を自転車乗って行っておりますね。秋田美です。チャンネル登録よろしくお願いいたしますと、うん、まあ、こんな感じでノー編集で、ほとんどノー編集、はい、行っておりますね。なんか新聞に載ってましたね、有名な YouTuber、 高知出身の YouTuber が寄稿して、はい、そのユーチューバー発信力を見てですね、高知の、食材を発信したいというようなね、有名なユーチューバーのようですね。チャンネル登録者数が210万人言ってたかな、結構有名ですよね。1回の動画が2週間から3週間に1回ぐらい上がってて、1回の動画がそれこそ8万回から10万回ぐらい再生されるような、はい、あっちの方のチャンネルですね。英語の方、英語圏のチャンネルになりますけども、やっぱ英語圏でブレイクするとでかいね、やっぱりね。はい、210万人でかいです。はい。ちょうどなんか料理人さんのお寿司作るような料理人さんがやってる、チャンネルみたいですけども、はい。その方がね、こっち帰ってきて、はい、チャンネル、また YouTube の動画を作るということですね。いいっすね、うん、200万人おればいいっすね。あ、いいね、ここで忘年会やったような気がするな。そうそう、この辺で忘年会やったな。あ、なぜか知らんけどね、俺忘年会のことはよく覚えちゃうからね。そう、この2階かどっかでやったような、茶の間、そうそう、茶の間でやったような気がするな。で、こっちの方に、中華料理屋さんがあってね、そこでも忘年会やったような気がしますね。すっごい大きい中華料理屋さんね、もうなんか、吹き抜けがあって、ぐるっとその吹き抜けを囲んで各、小部屋があってですね、そこで飲んだような気がします。あ、患者さんやったな。あの、ほんまはあんまいかんがいけどよ、患者さんが退院するがで、あの、飯をおごらせてくれということで、いや、あの、断ったんですけどね、いや、まあ、そういうのは近辺のあれはいきませんので、ですっごい断ったんだけど、いかんと、気が済まんということで、まあ、無理やりを連れていかれたようなね、そんなところですけども、はい、もうしょうがねえなみたいな感じで、おごってもらった感じですね。はい、すごい美味しかったです、そこはね、うん、まあそんなんで、記憶が蘇ってきました、はい、うん、ふう、ここ、あ、そうだね、ミルズっていうね、お店があってね、そこはあの革ジャンの、A2 を置いてるようなね、ミリタリーショップみたいなところがありますけども、で、どうやったかな、こっちゃったね、確かね、ミルズね、やってんのかな、お店、あ、やりようね、オープンって書いてる、うん、ミルズ有名店ですね。結構なんていうかやろね、あの、老舗というか名物のお店というか、すんごいレアなキャンプグッズとか置いちゃって、はい、なかなか宝の山みたいな好きな人から見たらですね、宝の山のような、お店ですね、夢ですね、男の夢ですね、ああいう自分の好きなものだけ集めてお店するみたいな、なんかいいですね。
この辺の土地持っちゃう人らはええね。多分そうじゃない、多分不動産とかも持っちゃって結構悠々的にやりようがないのかね。羨ましいですわ。さあ、そうこうしてるうちに、町の方へね入ってきました。小宮町の方へね入ってきております。こっからちょっと突っ切って川沿いを帰ろうかな。あっちい、大宮、あ、ここが大手筋になりますね。向こうに行くと高知駅方面に、行くと、でこっち行くと右に行くと高知城の方へ行けます。もうちょっと向こう行ったところにね、昔のなんかあのトラットリアじゃないけど、イタリア系のねあのお店があってね、そこでもう忘年会したんですけど、まあ待てど暮らせど、あれあれ今だこれ歩車分離式や、待てど暮らせどメニューがこうみたいな最悪のお店でしたけどもねすごかった、ほんまビールしかこうみたいな、ピザが1枚2枚来たぐらいで全然メニューが来んかったみたいなね。まあ潰れてましたけどね、すぐにね。そんな記憶があります。よいしょ。あ、この辺店がだいぶ変わったね、雰囲気が。よう、お姉さんが、お姉さんがよく引き込みよったけどね、あのそこのお兄さんこうやって言ってね、お店寄ってかないですかみたいな、ね、感じで よくあのデートしようときにね呼び止められたりするんですよね。あのそこの阿部つく言ってねそこの阿部つく寄ってかないみたいな、寄ってくわけないやんか思うけどねあのオカマのお姉さんが、オカマって言ったらいいのかな、今そういう LGBT 系のお姉さんがね、客引きやってるような通りでしたけども、はい。こっち行ってみようかアンタッチャブルな世界へ行ってみますか。あー、しまった、信号はタイミング悪いな。まあこんな感じで、はい、表通りに出てきたという感じですね。こっち行くとあの宮本屋とかねラーメン屋さんがありますけど、そこで食ってもいいけどな、どうしようかな、軽くつけ麺食ってもいいけど、川沿い帰ろう、うんうん、よいしょ、川沿い通って帰りましょう、よいしょ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 、ふぅ、よいしょ、よいしょ、いい、よいしょ、よいしょ、こっちの川沿い帰りましょう。ふぅ、ああ気持ちいい、ふぅ、あ疲れた、ええ、川です。ああ、ええ、うん、何の音や、何の音やあれ。さあこの道帰って、さっきの朝日までね戻ろうかなと思います。
川沿いは静かですね、やっぱりね、やっぱ川沿いはやっぱり立派なお家が多いよね。そういう住み分け等があるんでしょうかね。こういう家に住んでみたかったな。大きな門構えのなお店に、あのお家にね、住んでみたかったなという感じですけども、門がないからね、うちは門ってあんまアメリカのお家とかあんまり門とかないよね。あの芝生バーって敷いて、そこからそのまま道につながっちゃうみたいなね、そういう作りに近いですけども、僕ん家なんかも、この辺りでよくあの川の、あの花火を見に行ったような気がしますけどもね。あ、ここが鏡川ですね。鏡川沿いを歩いて走っておりますけども、よいしょと、よいしょと、この辺は静かですね。よいしょ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 、よいしょ、ここを突きましょう。突きれるかな。よいしょ。よいしょ。田村さん婦人科ですかね、こっちね。嫁さんと行ったもんですけども、一人目二人目の時はここの田村さん婦人科でね、お産させてもらったわけですね。あ、これいいっすよ。お産終わった次の日あたりに、なんかディナーを食べれるかね。めちゃめちゃうまかった、ディナーが。ここからのコース料理が出る。そんな病院でしたけども。はい、ディナーとか。病院で食べれるというね。夢のある病院でしたけども。はい、あ、いいね。川沿い、綺麗な芝生が左手に見えてきました。いいね、こういうなんか環境もね。10年前には川の増水があって車がプカプカ浮いちゃったとかね、そんな状況もあったようですけども、はい、だいぶ使ったろうね、この辺りもね。大変だったね、あれね。職員の子もさ、その時たまたま高知に出張があって、ここのほら、川沿いの駐車場止めちゃったら流されたって車が。そんなことがありましたけどもね。よいしょ。山水園でしょうか。有名なホテルがねあります。よいしょよいしょ、ふうふう、よこしょーと。ここでも忘年会やったな、確か。病院の忘年会やったような気がするな。元祖播磨屋橋がここにありますね、はい、今のここが播磨屋橋はもう今作られた感じの播磨屋橋なんで、元祖そのもともとあった橋がここに、保存されて、展示されているということですね。行ってみたけどちょっとよくわからなかったね。実際にあるのかどうかちょっとわかりませんけども、はい、見たけどあれがそうかなって程度の感じのちっちゃな橋でしたね。太鼓橋というかね、はい、この辺りは何でしょうか。鷹城町というところでしょうか、はい、昔のお侍さんが住めた場所でしょうか、ちょっと詳しくわかりませんけども、はい、閑静な住宅街というところですね。すごいね、この家。なんだこれ。誰か有名な人のお家でしょうかね。よいしょ。もう40分ぐらい経ったんじゃないかな。
ちょうど40分やと思うな。よいしょ。よいしょ。このぐらいにしとくかな。このぐらいにしますか。まあいいか。もう適当にもう切っちゃってください。あとはもうダラダラでいきますんで。うん。なんか話すことありましたね。あ、この辺にライブハウスがあったね。ミッシェルガンエレファント見に行ったな。確か。暑かったなあれ、ミッシェルガンエレファントは。すんごい音がうるさいの。ノイジーでね。めちゃめちゃ演奏うまかったね。めちゃめちゃ演奏うまかった。あのちょうどなんだっけ、チキンゾンビーズっていうね。アルバムが出されて、スモーキンビリーだったかな、ああいうね有名な曲がリリースされたあたりの一番油乗ってたんだよね時の、はい、阿部太もギンギンでギターを弾いておりましたけども、今はもう亡くなってしまいましたけどね。阿部太やったらね、あの人のギターかっこよかったね、はい、めちゃめちゃカッティングが気持ちいいギターの弾き方でしたけども、はい、トントンコよいしょ。やっぱり中村に比べると、自転車乗りがいがありますね。中村はもう40分それこそ自転車乗ったらもうすぐに一周してしまうようなね、こんな町だから。まだまだ取りがいがありますね、高知は。また来よう、またどっか自転車置いちょってね、サティあたりに停めさせてもらおうちょっとですね。またぐるっと、来て、また町を散歩して帰るとだよね。そういう日曜日、祭日の休みのね過ごし方もいいんじゃないかなと思いますね。もうさ、おうち時間じゃないけどやね、もう家におることがもう慣れてしまうてね、全然こう家の中閉じこもっちゃうことが苦じゃなくなってんのね。不思議やねあれね。うん、全然折れるもんね家に。ありがとうございます。だから自宅待機中もやね、まあ、子供がおって、まあ、子供の子守りせない関係それが鬱陶しかったけどもですね、まあ、家におること自体の苦痛が全くないというねまあもう本当に根っからのインドア仲やなというふうなことを感じました、はい。まあ、都会の人らみたいにね、あの狭い家の中でずっとおるがとはまた違うろうけんね、まあ、一軒家で、まあ、広々とリビングで過ごせるいうだけでも、まあ、だいぶこう緩和されるんでしょうけども、はい、まあ、全然1週間ぼったり家の中閉じこもっちゃうのも、まあ、良かったですけどもね、まあ、いかんせんあの当時は株仮想通貨、全然動きがないような時期だったので、今やっとね動き出しましたけども、あの時期も全く動かんかったので、もう全然相場つまらんかったですけどもね、はい、ドル円だけがぶち上がってたと、こんな感じの、相場感だったと思いますけどもね、まあ、あと今10月の28日、11月、12月、1月と、まあ、この2、3ヶ月でどんだけ、儲けることができるのか、それに期待したいですけども、ちょっとまた上がるんじゃないかなという期待もありますね。ちょっと資金が、相場に入ってきたような、そんな感じがします。よいしょ。なんか久しぶりに自転車乗って喋ったからしんどいな。うん、いやけどな、210万人ってすごいな。すごい発信力よ。すごいわ。
やっぱ英語で発信するっていうのは本当大切やね。やっぱり全人口で英語喋れる人って半分ぐらい、40億人ぐらいおるやからかね。やっぱり対する日本はさ、日本語って喋れる人って全人口の、まあ、80億人おるとしたら1億ちょいやからな、80分の1やからね、シェアが全然違うよね。英語喋れたら40倍ね、50倍規模の、世界に発信できるわけやから、やっぱ英語はやっとかないかなという感じですけども、やっとくというか英語がちょっとでも喋れたらね、片言でもねいいのでね、できればいいなという感じですけども、全然できません、これ全くやね。若干言いようことがちょっとわかるぐらいなとこやもんな、やっぱそこが厳しいんですわ。まあ、ツイッターとかで株、仮想通貨関連の情報発信、英語で情報発信しようがちょろっと見て、まあ、なんとなくは分かるようにはなりましたけどもね、まあ、そのぐらいですね。ダメですわ、今どこ走ってんのかな、今俺上町の南川かな、上町だったからかな、今お川沿いを行ってますね。一本川沿いのこっち側をね走っております。秋葉神社、はあ、へえ、おお、そんなとこですかね。よいしょ、この辺で終わりますか。よいしょ、よいしょ、お膝痛かった。膝がよいしょ、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 新月橋やったかな。あ、懐かしいな。ふう、あ、カモが、泳いでますね。よかったカモが泳いでます、大きなカモですね。あ、下は鯉が、すんげでっけえ鯉と、何でしょうか、イダでしょうか、アユでしょうか、わかりませんけど、魚が結構おるね、魚がね、島のとこよりおるね。よいしょ、はい、鏡側で最後締めくくりましょうかね。またの機会にお会いいたしましょう。またちょこちょこ高知編やっていきたいと思いますんで、はい、またここ行ってほしいみたいなことありましたらコメントをいただけましたら行きます。そんなわけでした、ありがとうございました、さよなら。